こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は、出品アカウント。まあ、出品アカウントはプロフェッショナルアカウントで出品しましょうというお話です。まあ、これね、日本アマゾンが日本語だし分かりやすい比較表があるんで、まあ、この小口アカウントと大口アカウントの違い。で、注目はここですね。検索結果の上位や商品詳細ページに商品が掲載されるようにしたいと。要は、大口出品の方が、まあ、商品が目立つ場所にあると。まあ、当然ですよね。Amazon は、まあ、プロを歓迎しているということなんでね。やはり、大口アカウントでたくさん売ってくれる。継続して長く売ってくれるというのを期待してます。でね、今日、会員さんとスカイプ相談をしていて、まあ、実は、小口のままね、やってたみたいですという話があってね。なるほどと思ったんですけど、今までね、サポートしてて、FBA の在庫リミットがね、まあ、妙に少ないと。まあ、そんなもんなのかな。まあ、想定してる数より少ないんですけどね。まあ、そんなもんなのかな。次は増やそうと思ってサポートしてました。それからね、カートもね、あれ、これ売ってまだね、自己発送の出品者と同じような金額でカート負けるかとかね。もうすでに売ってんのに、新たに出てきた新規の出品者に、カート取られちゃうかなという不思議な、まあ、気持ちが何度かしたんですけど、まあ、今日話してる中でね、実は小口アカウントでしたけど、なんか影響ありますかと。多分にあります。ね、まあ、大きく言って、この2つ、ね。在庫リミットは増えない。カートが取りにくい。やはり Amazon 取り組むにはね、もうプロであると、ね、商売でやってると、だからね、長く続けます、きちんとやるというのをね、Amazon にアピールする必要があるんで、まあ、その第一歩、プロフェッショナルアカウントで取り組むというのはね、一番、まあ、ちょっとお金かかりますけど、一番簡単でね、分かりやすいアピールなんで、アカウントはプロフェッショナルアカウントで取り組んでください。ちなみに、まあ、セールアウトセンタルのトップページのセッティングスでね、アカウントインフォをクリックすると、ここにセールオンアマゾンプロフェッショナルとなってます。で、これ、インディビジュアルとなってたら小口なんでね、その場合マネージをしてプロフェッショナルに変更してください。まあ、変更方法とわからないことがありましたら、またご質問ください。何しろ、ね、盲点でした。当然ね、プロフェッショナルアカウントでやってると思い込んでたんでね、これ確認してなかったんですけど、インディビジュアル、小口アカウントでやってると、まあ、いらぬ苦労をするというか、なかなかね、椅子取りゲームに勝てないという状態になってますんで、Amazon 取り組む場合には、プロフェッショナルアカウントで取り組んでください。また、確認、ご質問、ご報告、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。